クイントスルタティウス・カトルスは、紀元前2世紀後期、紀元前1世紀初期の共和制ローマの政治家、軍人、詩人、歴史家。紀元前102年に、執政官を務めた。カトルスはプレブスである、ルタティウス氏族の出身。コグノーメンのカトルスは子犬を意味する。氏族最初の執政官は、紀元前242年の執政官、ガイウスルタティウス・カトルスであり、 同盟の息子も紀元前220年に執政官を務めた。しかしその後100年以上、氏族から後位官職者は出ていない。このため、歴史家カイミュンザーは、ノビレスとしてのルタディウス氏族は紀元前2世紀の終わりには没落していたと推察している。にもかかわらず、カトゥルスは当時最も影響力があったパトリーキである。 セルウイリウス氏族出身の妻と結婚していることから、ルタティウス氏族が、ローマ上流階級で、一定の重みを持っていたことがわかる。妻の兄弟は、カエキリウスメテルス家の支持者であったと考えられる。カトゥルスの父のプライノーメンも同じくクイントゥスである。ことはわかっているが、カトゥルスがまだ子供の頃に死去したようである。未亡人となった、カトゥルスの母は、プレブスのポピ。 ユリウス氏族の出身であったが、パトリキであるルキウス・ユリウス・カエサルと再婚した。ユリウス氏族は、古い氏族ではあるが、紀元前267年のルキウス・ユリウス・リボ以降、失政官となったのは、紀元前157年のセクストゥス・ユリウス・カエサルのみであった。この再婚で生まれたカトゥルスの判定に、紀元前90年の失政官、 ルキウス・ユリウス・カエサルとガイウス・ユリウス・カエサルスとラボ・ウォピスクスがいる。二人の弟とは年が離れていたが、生涯にわたって温かい関係を維持していた。カトゥルスの生誕年は紀元前150年頃と推定される。従って彼の青年期はスキピオ・アエミリアノスとクラックス兄弟の時代であった。キケロによればカトゥルスはスキピオ・サークルの一員であったという。 キケロの弁論家についての中でカトゥルスは、スキピオア・アエミリアヌス、ガイウス・ライリウス・サーピエンス、及びルキウス・フリウス・ピルスの3人が、ギリシア哲学者のローマ到着をどれだけ喜んだかを、何度も彼に言ったと述べている。カトゥルスは、軍歴の最初としてスキピオが指揮したヒスパニア・キテリオルでのヌマンティア戦争に参加した可能性がある。そこでは後に有名となる多くの若者が、従軍していた。 ガイウスグラックス、クイントスファビウスマクシムス、センプロニースアセリオ、プブリウスルティリウス、ルフス、ガイウスメンミウス、ガイウスカエキリウスメテルス、ヌミディア王子ユグルタ等である。カトゥルスは、ガイウスグラックスの二度の五民間の人気中に、その演説を聞いていたのであろう。ルキウスリキニウスクラッススがカトゥルスに対して、あなたは私よりも、彼のことをよく覚えていると言っているからである。 あとに、グラックスの使用人で科学者であったリキニュースが、カトルスのクリエンテスとなり、以前の主人のことを多く話した。遅くとも、紀元前121年までに、カトゥルスは、クイントゥス・セルイリウス・カエピオの娘と結婚した。義理の兄弟になるクイントゥス・セルイリウス・カエピオは、紀元前110年代に、多くの失勢感を出したメテルス家の政治的、同盟者であった。 紀元前107年以前のカトゥルスの政治歴は不明である。しかし、紀元前107年末に行われた執政官選挙に立候補していることから、ウィリウスポの規定から逆算して、遅くとも紀元前109年までにはプラエトルを務めたはずである。紀元前109年の執政官が義理の兄弟の同盟者のクイントスカエキリウスメテンルスヌミディクスであることから、 おそらく紀元前109年に法務官を務め、シキルヤ族州のような食料輸出地域の総督として派遣されたと考えられる。紀元前107年末、カトゥルスは義兄弟のカエピオと共に、執政官に立候補した。この選挙でカエピオは当選したが、カトゥルスは落選してしまった。もう一人の当選者は、ガイウス・アティリウス・セウルダヌスであった。 翌年もパトリキであるプブリウスルティリウスルフスと共に立候補し、ルフスは当選したもののカトゥルスはまたも敗れた。当選したグナイウスマッリウスマクシムスはノースホモであるだけでなくあらゆる点でカトゥルスに劣っていた。選挙が行われた時にカエピオはガリアで戦っておりセラヌスが選挙を監督したことが大きかったかもしれない。マッリウスは後にカエピオと共に アラウシオの戦いでキンブリ族に大敗する。この時カエピオはプロコンスルで本来はマディウスの指揮に従う必要があったがこれを拒否した。これはマディウスがカトゥルスに選挙で勝利したことに不満を持っていたためとの説もある。いずれにせよ、両人が率いていたローマ軍は壊滅した。紀元前105年末、カトゥルスは3度目の出馬を行った。しかし、 またもノースホモであるガイウス・フラウィウス・フィンブリアに敗北した。今回の落選は明らかに義兄弟・カエピオのアラウシオでの敗北が大きかった。三度連続して失政官選挙に落選したことは政治歴の終わりを意味する。このため翌年の失政官選挙への立候補は見送った。さらにカエピオは敗戦の責任を問われて追放刑となり、 カトルスはもはや支援を受けることができなくなった。紀元前104年、ガイウス・マリウスが2度目の執政官に就任した。マリウスは優秀な軍人であったが、ゲルマン人の脅威に対処するため、この後、ウィッリウス法の規定を無視して、5年連続で執政官に就任する。マリウスはほぼ、リクタトルといっても良い権限を持ち、実際に同僚執政官を選ぶ権利さえ与えられた。 紀元前103年には、ルキウス・アウレリウス・オーレステスが選ばれ、そして、紀元前102年にはカトゥルスが選ばれたのである。歴史学者は、なぜこのようなことが起こったのかに対して、様々な意見を出している。ある見方によれば、カトゥルスの選出は、ハンマリウス派の勝利であり、永久失勢感の影響力を多少なりとも、打ち切そうとしたとする。プルタルコスは、カトゥルスを、 貴族の間で尊敬され、同時に民衆に好まれる人物と呼んでいるが、マリウスはカトゥルスと折り合いをつけなければならなかった。別の意見では、カトゥルスは元老院から積極的な支持は得ていなかったとする。紀元前103年末の選挙で勝利できたのは、むしろマリウスの支援のおかげであった。マリウスの妻はユリウス氏族の出身であり、カトゥルスの母の再婚相手も、 ユリウス氏族であったためだ。マリウスは忠実で独立しすぎない同僚を得ることを望んでいたのかもしれない。加えて、カトゥルスがマリウスに近づいたことは、メテルス家とその派閥に打撃を与えることになったかもしれない。マリウスはメテルス派が拒否したカトゥルスにより高い地位を与えた。この説は、マリウスがその後の数年間に繰り返し示した協力への意欲によって裏付けられている。 最後に、カトルスの執政監修人は、妻の実家であるドミティウス氏族の支援があったとの説もある。ただし、この結婚自体が疑わしいこと、過去3回の選挙で、ドミティウス氏族がカトルスを支援しなかった理由が明らかでないことから、これに反対する意見もある。紀元前102年、ローマに深刻な脅威が迫っていた。3年前にアラウシオで勝利を収めた。 ゲルマン人はガリアとヒスパニアを長い間彷徨った後、ついにイタリアへの移住を決意した。テウトネス族は地中海沿岸を進んでいたが、ロール川に達した時にマリウスが待ち構えていた。一方キンブリ族はヒスパニアに侵入したものの、ケルティベリア人によって撃退され、テウトネス族と合流しようとした。カトレスはガリア・キサルピナに派遣され、この進路を塞いでいた。 決戦ゼニア、ルキウス・コルネリウス・スッダが、カトゥルスの敗下に加わった。スッダは、ヌミディア王・ユグルタを捕らえたことで有名となっていた。プルタルコスは、マリウスとの関係悪化の後、スッダがカトゥルスと親しくなったと書いているが、マリウス自身がスッダをカトゥルスに派遣して、両軍の連絡を確保したという説もある。その後スッダは、カトゥルスの最も親しい友人となった。マリウスは、 アクアエセクステアへの戦いで、テウトネス族に干渉した。一方で、それまでの軍歴が不明で、有能な指揮官とは言えない、カトゥルスの状況は悪かった。キンブリ族がブレンナー峠を越えたことを知ると、カトゥルスは、アルプスの他の峠を占領するために、軍を移動させた。しかし、先権の騎兵は、最初の戦闘で敗北した。この戦いで、 レガトゥスとして従軍していたマルクス・アイミリウス・スカウルスがおじけつき、後に自決したことが知られている。カトゥルスは退却してアテシア側の要塞に牢上しようとしたが、キンブリ族が彼の軍を包囲しようとしたため、勇気は見せたものの、さらに退却を続けた。プルタルコスによると、カトゥルスは自分の軍旗を掲げるように命じ、退却する軍の最前列に駆けつけた。彼が、 戦闘に立って退却したのは、この地軸が彼自身のものであって、ローマのものではないこと、また兵士が逃走しているように見せないためであった。霊下のレギオーの一つは、カトルスの優柔不断のために要塞に残っていた。ケントリオのグナイウスペトレウスは、おじけづく者を殺し、自身が指揮をとって包囲網を突破し、レギオーを脱出させた。このため、 カトゥルスとマリウスから名誉の花輪を授与されている。おそらく、カトゥルスが恥を承知の上で退却を決断したのは、敗北の印象を和らげるためであった。カトゥルスの敗北のため、マリウスだけが失政官に再選された。それにもかかわらず、カトゥルスは、プロコンスルとして、インペリウムが延長された。おそらく、ここでも、マリウスの支援が重要な意味を持っていた。 カトルスの敗北により、マリウス自身の成功はより輝きを増したのである。ウェルケラへの戦い、ジョバンニ・バッティスタ・ティエポロが次の戦いのために、失政官マリウスと前失政官カトルスは、軍を統合してポガ川を渡り、そこにいた、キンブリ族を追い払おうとした。しかしキンブリ族は、戦闘を拒否し、テウトネス族を待っているだけと主張した。彼らは自分たちが、 居住可能な土地をマリウスに要求した。マリウスがこれを拒否すると、キンブリ族はローマ軍に向かってきた。これを野戦陣地で防いだ後、ウェルケライ付近の比較的強小な土地に、キンブリ族を追い込んだ。このためキンブリ族は補給が困難になった。紀元前101年7月30日、ウェルケライで決戦が行われた。古代の記録では、ゲルマン人の軍勢は、 巨大で恐るべき兵数であり、無限に広がる海のように見え、不評の陣形は幅30スタディオンもあり、1万5千の騎兵を有していた。シケリアのディオドロスは総兵力40万としている。現代の歴史学者は、金ブリ族の兵力は4万5千から4万8千、あるいはさらに少なく2万5千から3万と推定している。一方で、 ローマ軍の兵力は5万2300で、うち2万300をカトゥルスが率いていた。マリウスは、カトゥルスの軍を中央に配置し、自分の部隊を前方両側面に置いた。後にカトゥルスとシルラは、この配置はマリウスが勝利の栄光をすべて自分のものに、するためだったと主張している。しかし、これは明らかに間違いである。おそらく、カトゥルスの兵は、 マリウスの兵に比較して訓練が十分でなく、このため受動的な役割を求められた。プルタルコスによると、マリウスの兵は命令に反し、最初の攻撃をかけた後に交代した、キンブリ族の騎兵を追撃した。しかし、厚い土煙のために、平原をさまよう状態になってしまい、同時に、キンブリ族の不評が攻撃を開始した。キンブリ族の不評は、偶然に、 カトゥルスの文献体と遭遇し、ここが主戦場となった。スッラとカトゥルスの記憶に基づく、この説明の信憑性は歴史家によって論争されている。実際には想定外の出来事は、ローマ側にはるかに少なかった。マリウスの兵は、キンブリ族の騎兵を撃退し、両翼の兵は、キンブリ族やエチ付近で合流した。これでキンブリ族は退路を断たれたことになる。カトルスは、 キンブリー属主力の攻撃に耐えていたが、ここにマリウスの軍が後方から攻撃を開始した。この時点から戦闘は逆説へと変わる。古代の資料は12万、あるいは14万が戦死し、6万人が捕虜になったとする。ウェッレウスパテルクルスは戦死、捕虜10万と書いている。戦いの直後、勝利に最も貢献したのは誰かをめぐって、 兵士たちの間で論争が始まった。パルマから派遣された施設が仲裁人となった。カトゥルス霊下の兵士たちは戦場に戻り、キンブリ兵の体に突き刺さった槍を見せた。ほとんどの槍の先端にカトゥルスの名が刻まれていた。その仲裁の結果については何も知られていないが、おそらくこのような論争はその時代にはよくあったことであり、カトゥルス自身はこれには関与していない。 勝利の後、マリウスとカトゥルスは共同で凱旋式を実施した。プルタルコスによると、ローマ市民はマリウス単独での凱旋式を求めたが、マリウスはカトゥルスの兵たちが不満に思うことを恐れ、これを拒否して共同凱旋式を祝ったとする。実際にはマリウスはカトゥルスを同盟者として止めておきたかったし、上流階級に新たな反感を与えることも望まなかったのであろう。 カトルス自身は、戦利品の利益を使って、パラティヌスの丘に大邸宅を建て、ガイウスグラックスの支持者であったマルクス・フルイウス、フラックスの邸宅の跡地にポルチコを建設した。いずれの建物も戦利品で装飾されていた。加えて、ホルトゥナ神殿を、ペイディアスが作成した2体の像で装飾した。公職を離れると、カトルスはマリウスに対して敵対的になり、 同時代の歴史家アッピアノスカラオン知らずと非難されている。その理由としては、より大きな成功を得たマリウスに対する嫉妬、単なる追従者と見られたくない、また勝者側に立ちたい、等と推定されている。実際、紀元前101年の時点では、マリウスの地位は以前と比較すると安全とは言えなくなっていた。歴史学者の中には、紀元前101年の末までにカトゥルスが、 キンブリテウトに戦争の回顧録を執筆し、自身の貢献度を誇張し、一方で、マリウスの功績を過小評価したと考える者も,もいる。これが次の失政官選挙で、結局は当選したものの、マリウスの立場を著しく難しくしたと考えられる。一方で、ウェルケラへの戦いから、年末の選挙までの期間は、せいぜい3から4ヶ月であることから、まともな回想録を書き、 さらにそれを広めるには、短すぎるとの反論もある。紀元前100年12月には、カトゥルスは、ポプラレースの御民間、ルキウス・アップレウス・サトルニヌスの改革に反対した、元老院議員の一人であった。サトルニヌスが、対立候補を殺害したことをきっかけに、元老院は、セナトゥス・コンスルトゥム・ルティムムを出す。決戦前夜に、サンクスの神殿と国の武器庫から、 ローマの民衆に武器が与えられた。キケロは、その場に現れた元執政官の一人として、カトゥレスを挙げている。サトゥルニヌスが古くからのマリウス派であったことを考えると、カトゥレスがサトゥルニヌスの戦いにもっと早くから加わっていた、可能性もある。結局、サトゥルニヌスの反乱は、かつての被護者であったマリウスによって違圧される。一般に、暗黒時代とも言われる。 紀元前90年代には、カトゥルスは資料に登場しない。おそらく、失政官時代とキンブリテウトに戦争に関する、執筆をしていたのであろう。紀元前91年に同盟史戦争が始まるが、カトゥルスは、紀元前90年に、規定の失政官、ルキウス・ユリウス・カイサルの下で、レガトゥスとなった。アッピアノスも、この際の副司令官を列挙しているが、 カエサルの兄弟、プブリウス・レントルスと記されている人物が、カトルスの後期と思われる。ルキウス・ユリウスの他の副司令官には、スッラとキツス・デディウスがいたが、いずれも、ハンマリウス派であった。紀元前88年、スッラは、失聖官として第一次、ミトリガテス戦争に出征する。この間にマリウス派が、ローマでクーデターを起こすが、スッラは引き返し、ローマを占領した。 この際にマリウスや他の何人かの政治家に対してプロスクリプティオを宣言するがカトゥルスはこれを決定的に支持した。これがカトゥルスの運命を決めることになる。マリウスは一旦アフリカに逃れスッラは再びバルカン半島に出生した。紀元前87年ローマに残った失政官ルキウス・コルネリウス・キンナはスッラに反旗を翻すが 同僚失政官、グナイウス・オクタウィウスに敗れ、ローマを離れる。しかし、キンナとマリウスは、同盟を結び、ローマへと向かった。元老院はカトルスを含む特使を、サムニウムの反乱鎮圧に派遣されていた、プロプライトル・クイーントス・カイキリウス・メテルス・ピウスのもとに、派遣する。しかし、ピウスの兵は、キンナと戦うことを拒否した。結果、マリウスは、ローマを占領し、彼に、 国家の敵宣言をしたオプティマテスの元老院議員に対する復讐を開始した。カトルスはもちろん、その対象となった。カトルスの義兄弟であるルキウスユリウスカエサルとガイウスユリウスカエサルストラボオピスクスは裁判にもかけられずに殺害された。失勢官オクタビウスも真っ先に殺害された。しかし、カトルスに対する扱いは異なっており、法廷に召喚された。 マリウスの復讐のもう一人の犠牲者となったのは、キンナに代わって、補充執政官となっていたルキウス・コルネリウス・メルラであった。この二人に対するマリウスとキンナの個人的な敵意は、あまりにも明白であったため、マリウス派の主要人物が裁判を要求したことが、示唆される。別の見方では、カトルスとメルラに対しては、裁判にかける正式な理由があったとされる。二人を告訴したのは、 五民館、マルクス・マリウス・グラティリアヌスであったが、その詳細な記録はない。従って、歴史学者の意見は一致していない。一部は、この告訴を強引なこじつけと考えており、別の意見では、マリウス等に対する国家の敵宣言の違法性と、それが五民館、プブリウス・スルピキウスの殺害につながったことに対する告訴であり、カトルスは死刑になる可能性があったとする。 カトゥルスの友人たちが除名嘆願を行ったが、マリウスは一度ならず、カトゥルスは死ぬが良いと繰り返した。シケリアのディオドロスは、カトゥルス自身も慈悲を求めたとするが、結果は同じであった。判決前にカトゥルスは自決した。自分の家に鍵をかけ、部屋には新しく漆喰を塗って空気の出入りを防ぎ、炭に火をつけて窒息死した。フロルスは、 火の中に身を投げ入れたと記している。カトゥルスは、紀元前140年の失政官、クイントス・セルウイリウス・カエッピオの娘、セルウイリアと結婚した。二人の間には、息子クイントス・ルタティウス、カトゥルス・カピトリヌスと、クイントス・ホルテンシウス・ホルタルスの妻となった娘、ルタティアが生まれた。一世紀の歴史家、クイントス・アスコニウス・ペディアヌスが、紀元前96年の失政官。 グナイウス・ドミティウス・アヘノバルブスをカトゥルスの甥いとしていることからカトゥルスは紀元前122年の失政官グナイウス・ドミティウス・アヘノバルブスの娘ドミティアと結婚したとの説もあるが一方でこれを疑問視する向きもあるカトゥルスは非常に教養があり読書家であったしかしキケロによれば彼の中には文学の微妙な理解を乱すようなものは何もなかったキケロは その時代の他の弁論家と共に、カトルスについて研究し、昔のやり方ではなく今のほぼ完璧なやり方で、知的訓練を受けていた。彼は多くの本を読んでおり、態度や暮らし振りだけでなく話し方にも、最高の品の良さがあり、完全に純粋なら天語を話せた。しかし、一流の弁論家とはみなされてはいなかった。もしも当時の一流の弁論家たちの演説を聞いたら、 カトゥルスはそれには劣ると思えるだろう。しかし、比較せずに、彼の話だけを聞くなら、気に入るだけでなく、彼ほどの弁論家は探してもいないと思うだろうと、している。キケロはまた、弁論家について、で、カトゥルスの母ポピリアの葬儀の演説に言及しているが、この演説を聞いているすべての人が非常に喜んだと、述べている。カトゥルスは、執政官時代の回顧録、 失政感とその功績を書いているが、これは、クセノポンのような柔軟な文体で書いたもので、友人で詩人のアウルス・フリウスに捧げられた。カトゥルスは、マルクス・アエミリウス・スカウルスやプブリウス・ルティリウス・ルフスと、並ぶ、初期の回想録作家の一人であり、クセノポンの著述方法を参考にしている。カトゥルスの回想録は現存しないが、プルタルコスが引用しているために、 その内容を知ることができる。対比列伝のマリウス伝には、マリウスがカトゥレスの軍を中央に、自分の軍を側面に置いて、キンブリ族に対する勝利の栄光を独り占めしようと、したと、カトゥレスがマリウスを非難したと書かれている。また、ゲルマン人との決戦では、キンブリ族は、暑さに耐えられず、大量の汗をかき、呼吸が苦しく、顔の前で盾を持つことを余儀なくされたが、 ローマ兵は平気であった主張している。これはおそらく、カトルスの軍の構成と、カトルスの野営地に、敵の、鎧、軍将、等が持ち込まれ、金武利族を倒したのは自分たちであるとの主張に、基づいていると思われる。スッラがウェルケラへの戦いの勝利に大きく、貢献したのは明らかだが、カトルスはそれには、触れていない。このような記載内容から、この回想録は、 非常に偏ったものであったと結論付けられている。その目的は、キンブリテウトに戦争の主な功労者を自分自身とし、マリウスの策略を非難することであった。現代の歴史学者は、この回想録を、妬みと悪意が濃く混じった将軍の自画自賛の例と呼んでいる。おそらく、カトルスの回想録は、スッラが回想録を作成する際に参考にされたであろう。 すでに紀元前46年の時点で、カトルスの回想録は、スカウルスのそれと同じ運命をたどっていた。すなわち誰も読まなくなっていたのだ。プルタルコスは、カトルス自身が話したと言われている、あるいは、カトルス自身が書いたと言われていると、伝聞系で書いていることから、彼自身が回想録を直接読んでいたわけではないのだろう。また、カトルスは、 共有する歴史という作品を書いたとされるが、現存する三つの断片から判断して、神話に関するものであったようだ。カトゥルスは詩人でもあった。アウルス・ゲッリウスは詩人、ワレリウス・アエリティウスや、ポルキウス・リキニウスと並び、よりエレガントで洗練され、魅力的で、比較できるようなものはギリシア語、ラテン語のどちらにも見つけることができないと述べている。カトゥルスの作品は、 ローマのエピグラム誌のテーマが公共のものから私生活へと移行したことを示している。現在まで残っているのは二辺だけである。アッティカヤアにはその一つが含まれており、カリマコス風の穏やかな皮肉が含まれている。私の魂は私の元を去り逃げ出してしまったようだ。テオティムスに被護されているのだろうもし彼に拒否するように懇願したらどうなるのだろうかそれでも止めておくのか。 追い出すのか私は、彼のところへ行くが、捕まらずに戻れるだろうかどうすればよいわエヌスよ。オーシェオ、アウルスゲディウス、アッティカヤワ、イクシックス、Q、14? キケロによると、カトゥルスは、写真に悩まされていたロスキウスと恋に落ちていたことがあるという。第二のエピグラムは、ロスキウスに捧げられている。偶然にも私は夜明けに敬意を払って立っていた。 その時ロスキウスが私の左に現れた天の力よ。あなたの許可を得て、私は言うことができるだろうか死者は、神々よりも公正に見えた、と聞けろ、神々の本性について、愛、79、施策に関して、カトゥルスサークルが存在したとの考えがある。この説の支持者は、カトゥルスは、ローマとギリシアの詩人を講演し、しばしば彼の家に呼び、一種の文化的共同体を、 形成したとする。これらの詩人には、シドンのアンティパトロス、アウルス・リキニウス・アルキアス、ワレリウス・アイディティウス、ポルキウス・リキニウス等が含まれる。一方、歴史学者ミュンツァーは、これを初歩的な誤りに基づく幻想と考えた。古代の歴史家の誰かが、キケロが言及した、カトゥレスのクリエンテスと、アウルス・ゲッリウスが言及した詩人ポルキウス・リキニウスを同一人物と決めつけたためだ。 とはいえ、カトゥルスサークルのことは、最近の研究所でも言及されている。古代の作家たちは、ほぼ満場一致で、カトゥルスの人格に、最高の評価を与えている。これは自決した殉教者というイメージによって飾られた、ためであろう。カトゥルスの階層録ではその役割が過小評価、されているスッラでさえも、自身の階層録の中で、カトゥルスに肯定的な評価を与えている。 キケロはカトゥルスを最も優れた資質を持った人と呼び、彼の演説の一つで最も偉大な知恵、ケウな勇気、波外れた優しさと称えている。キケロはまたカトゥルスを第二のガイウス・ライリウス・サピエンスと呼び、彼のお気に入りの人物に例えている。弁論家についてではカトゥルスを主要な登場人物の一人とした。キケロによればマリウスは このような立派な人物を自殺に追い込んだために自身の功績をすべて消し去ってしまった。カトゥルスは紀元前2世紀後半のスキピオサークルから紀元前1世紀の知識人にヘレニズム文化の伝統を伝える上で重要な役割を果たした。プルタルコスはカトゥルスを素晴らしい人物であり、あまり有能ではないが自分の栄光よりもローマのことを大切にする。 後期で火の打ちどころのない司令官として描いている。ディオドロスは彼を疑いの余地のない金ブリ族の征服者と呼び、何かの疑惑だけで無実でありながらマリウスの犠牲者となったとする。エウトルピウスはマリウスと比較して金ブリテウトに戦争でのカトゥルスの幸運について記している。アッピアノスはカトゥルスが彼のパトロヌスであるマリウスを裏切った恩知らずとしているが、 古代の評価では例外的である。現代の研究者は、ウェルケラへの戦いでの勝利には、マリウスが果たした役割が大きいと考えている。一方でカトゥルスは、マリウスに対する恩を忘れた平凡なものとされている。ありがとうございます。